こんにちは。今日もね、マリオしていこうかなって思います。で、何ですかこのコース。おぉ危ない。や、俺今、ごめんなさい、ほんとごめんなさい。何この変なコース。でもこの先ゴールっていうクソみたいな展開が俺には見えたんだけど。いや、そんなことない。俺はこのコースの制作者のこと信じる。で、何このコース。よくわからないんだけど。なんか上に文字書いてあんね。なんか、いや、なんだこのコース。やっぱよくわからねえ。いや、これは、なんだこれ。メット被るんじゃない。これ被ってどうすんの。上行くんだ。で、上行って、メット被るんだ。は？いや、違う、これ、花ちゃん倒すんだ、メットで。バカバカバカ。よし、そのメットで、花ちゃん倒せ。マリオ、マリオ、その一回メット回収しようぜ。一回早くそのメ、被ってるわ。ちょ、まあ、ほんとに、メットで殺すんだって、花ちゃんのこと。で、一回これを俺が持って、で、花ちゃん殺すのよ。って見せかけてお前ら殺すんだよ。で、マリオ、わかってるよな。よし、オッケー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 。はい、カシャ。これ勝ったわ、絶対勝ったわ。ねえ、屋上の打ち上げ花火っていう、もういかにもダメそうなコース名来たんだけど。お、戦闘取れなかった。で、これさ、今のビルだったよね。もうよくわかんないけど、これ多分土管でさ、どんどん上に上がっていく感じじゃない？で、上に上がったら、花火があって、終わり、みたいな。そういうクソしょうもないコースだったら俺恨むからな、もう任天堂のこと。もうコースの制作者は恨まない。え、よっしゃ、コースの制作者神、ありがとう。よし、オッケー。これでしばらくあいつらの邪魔をすると。オッケーオッケー、トゲもちゃんと回避して、いけるいける、俺ならいける。なんでこの危ねえビルは。で、これ一回、なんだ、ハテナなんてあれ、キノコ出るかと思ったけど、協力しましょう。無理、無理、もういいもん。俺一人さえ勝てればそれでいいもん。こんなクソゲー。もうクソしょうがないよな、マリオって本当に。いや、コースの制作者がね、もうまともじゃないとね、クソなんだよ。あ、ちょっと前入れない。いや、まだ中間か。いや、でも中間あるだけありがてえよ。もうこれ絶対勝ったもん。みんな見とけ。こっから俺負けたらマジで、もうこのコースクソだから。あ、で、今、あれか。これビルの中間地点みたいなとこ来てるのか。今ので分かったよね。うわ、面白え、このゲーム。うわ、神ゲーだ。なんでこの神コース。お、面白すぎ。やばい、面白すぎて涙が出そう。これもう一回食らってでも行こう。もう、あれだ、もうあいつらとめちゃくちゃ差を開きたい。やばい、ルイジ来てんな。いや、来てないか。あれ、なんだったんだ、あいつの影は。は？ねえ、なんで？なんで君来てんの？聞いてない？あ、は、は、は、もうし、クソゴースがよ！おーあ、すいません、本当ありがとうございます、本当に。いや、もうこれさ、俺のことゴールさせてくんない？もう本当に俺もうあれだからね、もうこのコース作ってずるさないからね、本当に。あ、これもうキノピオくんじゃない？いや、ほんと、マジでみんなが優しくてよかった。いや、ほんとにありがとうございます。で、ちょ、コース制作者にね、一言言いたいんだけど。もう一回。え、さらにもう一回。なんでお前ゴールしてんの？コース名が初めてのコースだって。いや、俺期待してるからね、君の初めてのコースに。あ、もう終わった。ふざけんな。もうヒップドロップできないしましょ。いや、終わってねえんだよ。もう、お前、なんでそっち行くの？は？俺のこと追いかけてくれよ、お前。ちょ、待って、これ絶対車必要じゃねえわ。なんだ、車いらないのか。いや、待って、なんでこの道こんな平らなの？で、もっとデコボコしててもよくない？ね、平らすぎないか。地味すぎるんですけど。はい。あ、もうマリオ許さんからな、お前。もう、俺今最高に腹が立ってるから、このゲームで。もうマリオの名前見るわ。もうマリオ見っけた瞬間俺もう妨害するからね。お前煽ったお前が悪いからな。お前、覚えていきますね。俺を煽ったらどうなるか、その身に覚えさせてやる。変わりたい。あ、もう君のこと、覚えたから。もう君。はい、来た。はい、キノピオくんね。覚えてるからね、君のこと。お前覚えておけよ、マジで。調子こいたからマジで後悔させてるからな。みんな覚えておけ。変わりたい。キノピオね。絶対に許さん。もう今俺最高に不機嫌だからな。おい、マジで覚えてけよ、このクソキノコ。はい、キノピオくん。はい、君だけはもうゴールさせません。何が何でもゴールさせません。おい、こっちおいで。おいおいおい。あ、やべ、ミスった。いや、でももうこれだけでも十分でしょ。もうお前さえ勝てないけど、俺はもうそれでいいから。頑張りましょう。無理無理。おい、君が頑張るんだよ。あ、もう君ゴールできないね。あ、ごめんね。いや、でも、煽る君が悪いよね、やっぱり。しゃあないしゃあない。やっぱ煽っちゃった君が、まあ悪いから。ま、おー、なんだこれ。いや、これ温泉地、おぉ、ちょっと待って、これ頑張りましょうって言うとこ。頑張り、痛い、危ない、危ない。で、これ温泉地押してくるんだって。なんで押す、え、これこっちから行けるじゃん。あ、行けねえよ。これどうやって温泉地押すの？
え、これ自分で押しに行くの？世に決まってんじゃん。ああ、キノピコ頑張って、キノピコ頑張って、お前なり切る。ああ、痛い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 。お、あ、キノピ、おー、もう、はあ、あいつゴールしてんだけど、もうありえな。おー、みんな覚えてけよ。あのゴミ逃げやがった、マジで。ふざけやがってよ。もっと俺、芝来たかったのに。で、これは、いや、これ、これ、俺、俺正解しよう。もう、このゲーム。もうさ、これさ、周り S プラスしかいないんだよね。どうしてくれんの？本当に。ね、ニンテンドーさ、はい、クソコース。何がウェーブサーフィングじゃボケかよ。なんでさ、今日に限ってこういう変なコースばっかり拾う。よし、メット被る！まず神ゲーする。まずメット被って神ゲーしてからの。で、これ先頭取られてるけど、これ、あのね、これ波の上に乗ってからジャンプするとね、こいつら越せるんだよね。ほら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 。で、こっからがあれか。本当のサーフィン勝負か。オッケーオッケーオッケー。じゃあ君たちちょっと潰しちゃって。見にくい争い。え？なんかどんどん波が落ちてくんだけど。え、これあいつら死んでったくね？え？待って待って。なんか波がオンボロなんだけど。なんだこのボロい波。だって俺も前行くわ。いや、前行かない方がいいな。いや、もうしょうもな。クリボーいっぱいだって。これ絶対ハテナの上行くのが正解なんだよ。見とけ。ほい！来た！これ絶対勝った！これね。ほら、下にクリボーがたくさんいるんだよ。そんなこと無視して、俺は上からゴール。ああ、終わったわ！イエーイ！あのさ、君たちさ、マリオメーカーしてるでしょ？面白い？マリオやって。面白くないよね？だってクソゲーだもの、ほんとにこのゲーム。もうやってて、ほんとしょうもないよね。もう真顔にしかならないよね。おう、ネゴキャッチだ。ありがとう。いや、これ絶対勝った。もうこれで負けたらクソゲーね。もうこのゲーム、猫のギミック、もう必要だと見た。もう必要じゃなかったら、もうこのコースダメ押して、もうおとなしく帰ります。いやいやいや、来た来た来た。先に猫取っといて正解だったね。で、これダメージ、よーし、シュッ。で、これはワンボックス入るんだ。お前頭利用してやがってぶっ殺すからなと思ったけど、先に入れたから用意してやるよ。で、これでボスやったらもうぶちのめす。待って、これ猫でシャアされたら終わり。いや、はっはっは、ざわみろ、このクソガス。もう勝てたからこれやって終わるわ。もう俺勝ち逃げしたいけど。まあいいや、別にこれ勝って勝ち逃げすればいいだけの話。俺もう今日あれだね。もう今日だけでレート80ぐらい解けてたからね。本当にマリオはクソだと思う。で、これ先頭譲ってくれてありがとう。からの4番手譲ってくれてありがとう。お前らのことは忘れない。そのうちボコボコにするからな。覚えてけよ。お前んちの自宅行ってやるからマジで覚えてけよ。このクソコース制作者。お前もだからな。ねえ、これボム兵地味すぎない。お、それ、どうすんの？キノピコ。あ、俺キャッチするの。センキュー！死ね！死ね、くたばれ！いやー、死なない。死ね、くたばれ！いやー、死なないか。は？なんで俺が死ぬの？